今日は女服伝説の地一木串木の市からです。2200年前に中国からやってきて稲作などを伝えたとされる女服に捧げる花冠祭が一木串木野市の冠岳地区で盛大に行われました。前夜祭では大阪の佐比神社の巫女が煮え立つ釜の湯を笹で飛ばし厄払いを行う湯神楽がありました。また本祭りでは女服を乗せた鎮国寺の地車が地区内を練り歩き威勢よく手打ちをして家内安全を祈願しました。みんな力を尽くすまで頑張っている姿を見て自分もとても感動しています。撮影は一木串木野市の MBC ふるさと特派員小島忠義さんでした。